丸富安武宏シゲルで圧巻のパフォーマンス、現地サポが絶賛。24日にシゲルグループ B 第3節が行われ、アーセナルは敵地でセビージャと対戦。試合はアーセナルが 2-1 で競り勝ち、グループ首位に浮上している。地元メディアであるフットボールロンドンは、富安武宏は一級品との見出しをつけてチーム最高の8点を与えた。ジェズス、ライス、富安にはマジで脱帽だわ。今夜の最優秀選手3人だ。彼ら全員が凄まじかった。みんなのマンオブザマッチは誰？俺は富安武宏だ。富安を叩いてたアーセナルファンは今腕ボールを中傷してるのと同じ連中だ。ジンチェンコは夢の中でさえも今夜の富安のようなパフォーマンスを披露できないだろう。彼がどれだけ優秀なのか分かっているのはアーセナルのファンと日本人のファンだけのような気がする。ハーフターンでボールを奪って本当に自然に持ち上がる場面もあった。フォーデンかと思ったわ。うちの新たな8番だ。そして9番でもある。今夜のトーミネーターは最高だった。彼は至るところにいた。この男を愛さずにはいられないね。富安が11人のチームを見たいぞ。